很多人呢都说要吃当地便宜的美食呢，一定要到校园的附近去找啊、哦。所以呢，这一次我们就决定要到九州的一间大学附近去寻找一下美食。的确是这样，因为我以前当交换学生的时候啊，的确是学校附近的一些什么小吃啊、餐厅啊 ，CP 值都超高。对，没错。所以呢，这一次到九州，我们到底要去哪一间大学呢？我们快交给可爱的特派员。今日は私たちが日本の九州の魅力をたっぷりとお届けしたいと思います。第3回目の今日は熊本県の熊本大学からスタートです。熊本大学は1949年に誕生したんですけれども、その頃からの赤レンガ造りの建物がたくさんありまして、国の重要文化財に指定されているんですよ。すごい。熊本大学にはおよそ50の国と地域からの留学生が集まってきてまして、もちろん台湾からの留学生も来ているんですよ。熊本大学の文学部に通う台湾の淡江大学からの留学生シャー・ワーウーさんにお話を伺いました。很有日本感。私は台湾では日本語学科ですから、交換留学の機会があって、自分の日本語の能力をもう一度上げるためになんか熊本大学に来ました。本当に阿蘇は行きたかったんですけど、なんか機会がなくて、もう一度ここに行ったら行きたいです。シャーさんからお話を伺ったところで、まずは熊本大学近くを探索することに。やってきたのは昭和時代の雰囲気が漂う古街商店街。古街商店街にやってきました。商店街、いいですね。熊本市民の台所として親しまれてまして、本当にレトロの感じです ね、 ね、こんにちは。こんにちは。いつからお店はあるんですか？ああ、もう何十年かな、60年ぐらいじゃないかな。60年、カラシレンコン、熊本の名物ですよね。こちらで作られてるそうです。そうです、レンコンを湯がいて味噌詰めして揚げてます。第一次听到耶。对啊，这个熊本を治めていた漁師の方のその家紋とレンコンの形に似てるから有名だということです。綺麗ですねこの色。ドキドキします。いただきます。気になるそのお味は？ちょっと辛いですけど。あとでちょっと辛い。辛さが来ない。はい。美味しいですね。そうですか。はい。レンコンとの相性がとても良くて。歯ごたえがね。ちょっとわさびに弱い方はちょっと控えた方がいいと思うんですけど、もしわさび好きなその人なら絶対口に合うと思います。哇，这个我可以耶。你可以什么？哎，黄芥末莲藕啊。所以你对于那个芥末的那种呛呛的感觉，你 OK？ 我本人还算是喜欢芥末了。哦，好啊。对，那今天特派员有为我们准备两个黄芥末莲藕的零食。对，首先呢，我们看到这个零食，这一看就是莲藕吧？对啊，它就是对吗？莲藕片嘛。嗯，吃吃看哦。它的那个瓦萨比是蛮呛的，是可以接受的，可以接受的那个辣度啦。那这个好，薯条。这个比较温和，所以喜欢瓦萨比的呢，一定会喜欢这两款零食。对，那至于呢，我们接下来就是要去九州的阿苏喽。阿苏，我们去过蛮多次的，我们还有别的地方没去过吗？哎，你知道那个《进击的巨人》吗？我知道啊。真人版。你说电影吗？我知道啊。在阿苏拍的。哎，他有在那取景啊，你不知道吧？我还真不知道。不信你看一下。熊本駅から阿蘇駅までをつなぐ JR 九州の観光列車阿蘇ボーイに乗って向かいます。運転士気分を味わえるパノラマシートやビュッフェ、クローカフェでは車内限定のグッズなど、大人も子供も一緒に列車の旅が楽しめますよ。自然を生かした観光スポットがたくさんあるのも阿蘇の魅力の一つ。少し山を登ると雲が広がった幻想的な景色、雲海を見ることができます。朝の気候によって変わる景色なので、何度もチャレンジする旅行客が多く見られます。また押戸石の丘は実写版映画「進撃の巨人」など数多くの有名作品のロケ地にも選ばれています。不只是那个进击的巨人，お腹空きませんか？めちゃくちゃ空きました。そうですね、ペコペコです。ペコペコですよね。
せっかく阿蘇に着いたので阿蘇名物をということで、今回赤牛を食べたいと思います。こちらよかよか亭赤牛館宮地店です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店赤牛館とありましたが、どういったお店なんでしょうか？はい、当店ではこちらのテーブル席にて、ステーキや赤牛丼などをご提供しておりまして、こちらの焼肉もあちらのテーブル席でご堪能いただきます。お店でいただく分の販売なんですか？あ、そうですね、こちらは店内で焼肉される用のお肉になっております。こちらで選べるんですね。そうですね。お料理の方準備していただきました。ありがとうございます。おいしそう。田辺さんのは赤牛のサーロインステーキをご準備いたしました。赤牛の背中側の部位を使用しております。フードさんにご用意いたしましたのは赤牛丼、当店一番人気の商品になります。すごく柔らかいですね。すごくさっぱりしててものすごく食べやすいです。ビール酵母を使って飼育しております。なので肉質が柔らかく臭みがないというところが特徴的になっています。私もちょっといただきます。これ贅沢ですね、ご飯全然見えないです。本当だ。はい、卵を加えて、さらにその赤牛の味が濃厚になった気がします。美味しい。天さん、你刚刚是不是流口水了？对，没错没错。但是我在现场呢，我有闻到很香的味道。难道这就是传说中的赤牛牛冻饭？鼻子很灵，杨哥，咱念的是赤牛咖喱饭。难怪这么香。怎么样？咖喱的味道，加上这个赤牛，让你有一种好像是红酒炖牛肉，加上了咖喱那样子的一个口味跟香气。那你这个呢？我这个是赤牛味噌肉燥饭。它甜甜的，然后很够味，所以其实只要它超下饭，因为它味道比较重啊，因为它又有味噌，对，然后又有牛的味道，所以它是很浓郁的。对，让你品尝完东西之后，当然要考你一下。阿苏除了赤牛有名之外，还有什么有名的东西？请回答。火山。哎，是，但是还有别的吗？跟牛有关的？跟牛有关，牛奶。冰冻，恭喜你答对！真的有牛奶。对，接下来特派员就要带我们去喝阿苏的牛奶。阿蘇の阿部牧場が運営している阿蘇ミルクファクトリー。牛乳をはじめ、ミルクを使ったチーズやお菓子などが並び、阿蘇のお土産にぴったり。また施設内にはカフェもあり、ソフトクリームなどをその場で堪能できます。こんにちは。こんにちは。ミルクファクトリーの阿部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらたくさんの乳製品が並んでますけれども、アソミルクっていろんなものを受賞されてるとか。そうですね。うちのミルクは国際味覚賞というと、ベルギーの食品コンクールで世界で初めて三つ星を取った牛乳。飲むヨーグルトも実は取ってるんですけど。こういう牛乳乳製品になります。飲みます？え、いいですか？どれぐらい飲みます？どれぐらい？これぐらい？間のこれぐらい？これぐらい。ジャンガ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 。これが最高峰の遊び。じゃあ早速いただきますか？どうぞ。いただきます。おお、すごいさっぱりしてると思いきや甘みもあって、すごいバランスが取れた牛乳ですね。ああ、うまい。冬場なんかは少し温めてホットミルクにすると、もう本当に甘くてですね。いいですね。砂糖入ってるんですかって聞かれたことがあるぐらい甘みがこうもろにきます。さて、ここでスタジオのケンさん、ドナさんにクイズです。阿蘇ミルクファクトリーではこの阿蘇ミルクを使ったあるスイーツが目の前で焼かれているのを見ることができます。そのスイーツとは一体何でしょうか？頻度は回転しながら焼きます。
用牛奶做的甜点蛮多的啊，几乎所有的甜点其实都有加牛奶。其实我心里已经有答案了啦，但我想说就是在揭晓答案之前，先测测看你的味觉，真的吗？灵不灵敏？这边哈有两杯牛奶，一杯是来自我们台湾的牛奶，一杯是阿苏的牛奶，喝喝看哪一杯是阿苏的牛奶？好难哦，这看起来都长一样啊。这个表情不太妙呢，好像分不太出来的感觉。这一杯是阿苏牛奶，你确定？我觉得我一喝就知道这个是阿苏的。恭喜你答对了，对吧？恭喜你，恭喜 Ken 上没有味觉丧失。是的，没错。那刚刚讲的那个甜点是什么？你知道这个牛奶一边一边那样？对，鸡蛋糕。哈，正解はバームクーヘンです。わかりましたか？皆さん。鸡蛋糕很接近的。哦，也是啊。接近。もう目の前で焼かれてるのを見てると食べたくなっちゃいますよね。食べたくなっちゃいますね。こちらのバームクーヘンもちろんお土産に持ち帰ることもできるんですけれど。カフェでいただくこともできるんです。我也是，我也蛮爱吃。お待たせしました。すごい。バームソフトです。ありがとうございます。どうぞ。てんこ盛りだ。もちろんソフトクリームもアソミルクたっぷりのソフトクリームなんですけど、このバームクーヘンにもアソミルクが入っているので、もう本当にどっちも手作り手作りでザアソミルクみたいな商品です。もう存分に堪能できる。そうですね。いただきます。对不对？嗯哼，嗯哼，嘎。本当に。甘すぎず、こっちのソフトクリームで甘さがある分、ちょうどバランスが取れてて、すごく食べやすくて美味しいです。一緒に食べれるっていうのがまたいいですよね。先ほどの夢のようですよね。バームクーヘンの上に乗ってるなんて。田辺さん、ピンクさん、ここには美味しいものの他にまだまだ楽しめるところがあるんですよ。え、そうなんですか？この後ろ。なんですけれども、西日本最大級のバラ園があるんです。こちらのバラ園には、750種類のバラが4000株ぐらい植わってます。バラって750種類もあるんですか？そうですね。バラってすごくなんかこう歴史も古くて、すごく品種が多いんですね。見頃というといつになるんですかね？大きく分けて春と秋です。で、特に春の5月から6月ぐらいにかけては中央にあのバラのトンネルってアーチがあるんですけど、真っ赤っかになるんです。すっげー綺麗です。まあうちでもう最も写真を撮られる方が多いスポットですね。阿蘇はですね、見頃の時期が季節の中でもたくさんあります。ぜひ阿蘇に遊びに来てください。待ってます。哎呦，这边又准备了这个阿布牧场的牛奶饼干，它就是用那个刚刚牧场的牛奶做成的，而且它有一个很特殊的地方是它里面没有加鸡蛋哦，真的哦。所以如果你对鸡蛋过敏的话，这个也可以吃。那我吃吃看哦。好，好不好？好了，在你猜的时候，我先来吃牛宝宝。牛宝宝哦，这牛奶味超重的，而且它越嚼越香。牛奶的香气就跑出，我很喜欢。好，那你继续吃哈。特派员要带我们去另外一个很特殊的行程。ここからはロマンチックな世界にお連れしますよ。こちらは南阿蘇ルナ天文台です。九州最大級の望遠鏡で天体観測ができるんですよ。どんな世界が広がってるのか、早速行ってみましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。ここ南阿蘇ルナ天文台は。星空のプロたちがデザインする体験型宿泊施設、巨大天体望遠鏡で天体観測することができるんです。こんにちは。こんにちは。今回ご案内いただく高野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。天文台と聞いていたので施設なのかと思ったんですけど、泊まれるんですね。あ、そうなんです。やっぱ泊まって星を楽しむというのが、まあ、最高の贅沢だと思ってまして、ホテルに、まあ、天文台があるんじゃなくて。星を見るならもう泊まる方が絶対いいから、だからホテルを作りましたっていうようなそんな世界でございます。この時間でも見られるんですか？
あ、そうですね、まあ、星はその暗くならないとやっぱりちょっと見えにくいところであるんですけれども、まあ、一緒にチャレンジしてみましょうか。怪獣みたいに大きな望遠鏡がありますから、怪獣ちょっと怖い感じも見てみたいですね、はい、早速その巨大望遠鏡を見せてもらうことに。どうぞ。失礼します。おー、この辺り、はい、これが宇宙を見るための、まあ、大きな目ですね。当館の誇る、まあ、巨大な天体望遠鏡でございます。私たちの目の1万3000倍の力を持った天体望遠鏡、そしてその望遠鏡と一緒に動く、まあ、屋根、まあ、これ天文台のドームといいます。そして重さ6メートル、ね、重さ11トンの望遠鏡と全てが連動して遠い遠い、まあ、何百光年何千光年場合によっては何万光年と離れた天体の光をここから実際に見ることができる。今の時間に見えるおすすめの星というのはあるんでしょうか。そうですね、じゃあ特別に地上の星を皆さんにご覧入れましょう。星は空にあるものじゃないんですか。そうですよね。でも人間の想像力はなんとこの地球上に宇宙を作り出しました。その場所の名前はプラネタリウムという場所です。なんとこちらでは 4K のプラネタリウムが見られるということで、では一番いい真ん中の席に行きましょう。いいんですか。大丈夫。ご覧の通りとても小さなプラネタリウムですね、うん、でもこの投影機は、まあ、非常に高性能な科学館などでも使っている 4K の投影機を入れております。ものすごく高精細、そしてとてもこうくっきり見えるんですね。小さいからこそ、ね、没入感はたまらないものがありますよ。はい、最新の高性能 4K 投影システムで星空の彼方へと進む体験ができます。こんなにたくさんの星が実際には存在しているってことも初めて知りましたし、プラネタリウムで星を見るっていうのが素敵ですね。ロマンチックですよね。はい。さて続いては気分爽快、阿蘇でおすすめのアクティビティを体験したいと思います。それは一体何でしょうか。ヒントはこちらです。え、这提示这么明显不就是骑自行车吗？等等，但会不会有陷阱？因为在阿苏那边呢、啊，它在火山的附近有一个方圆大概直径一公里的大草原、啊、那在那个大草原，你可以做几件事情，例如说你可以骑马，你可以骑重机，你也可以骑自行车。那如果以刚才他拿出的那个帽子，对，我觉得应该答案就是自行车。正解はせーの。サイクリングです。スタート地点の後ろにありますのが米塚です。お椀のような形をしているんですけれども、昔の噴火で作られたと言われているんですよ。じゃあそういった景色も楽しみながら行きましょうか。はい、出発。めっちゃ気持ちいい。見える景色が外輪山が一望できますね。もう最高すぎる。綺麗。日差しも今日は天気がちょうどいいですね。そしてサイクリングの最後にやってきたのは、さあ到着しました、最終目的地の草千里ヶ浜です。やったー。阿蘇を代表する観光地として修学旅行生やライダーにも人気なんですよ。阿蘇の人気観光スポット草千里ヶ浜、噴煙を上げる中岳、大きな池や放牧された馬が悠々と歩く姿など絶好のロケーション。せっかくなので、この絶景を見ながらちょっと一息なんていかがでしょうか。お、いいですね。はい、いいですか。さあ最近できたカフェがあるので行ってみませんか。はい、行きたいです、はい、こちらです。行ってみましょう。行ってみましょう。设计的很不错。店内で焙煎から提供までを一貫して行っているこちらのお店、ドリップコーヒーやラテを堪能できるのですが、メニューにはこんな変わり種も。私この炭っていうやつが気になったんですけど、これはどういう。ラテにですね、竹炭の
のパウダーが入ってるので、すごい色がグレーなんだと思います。さあ、飲み物が届きましたよ。いい香りですね。すごいいい香り、優しいですね。私たちラテアートをやっていただいたんですけど、はい、すごい可愛いですよね。シャリシャリ言う。シャリシャリ言う。竹炭が細かく粉末になって入ってるので、食感も面白いですし、後味で炭のほのかな香りが香って、ブラックコーヒーあんまり飲まないんですけど、そういう方でも飲みやすいコーヒーだと思います。すごい飲みやすいです。抹茶ラテいただきます。甘くないですけど飲みやすいです。ちょっと高級の抹茶はちょっと昆布の味がするんですよ。これしました。おー高級な。はい、そうだと思います。阿蘇編いろんなところを回ってきましたけれど、ピンクさんいかがでしたか。今回はその体験、グルメ、お土産、しかもこの雄大な大自然、新しい熊本を体験できたと思いますので、また来たいと思ってます。台湾人の皆さんもぜひ来てほしいですね。それでは台湾の皆さん、欢迎来湾。今天是不是有那间咖啡厅的咖啡要送上来？当然没有咯，不要为难我们工作人员。没有吗？没有啦，没有。不过说实话啦，我觉得阿苏真的很棒。经由这次的介绍啊，就是除了有火山之外啊，我们看到它有各式各样不同的行程，然后好吃的东西，另外还有欧米亚给，所以呢，真的是很值得我们一再的探访的。对啊。